せーの。すごい。すごい。はい、ということでセカストのサブちゃん。すごい今日暑くない？26度。みんな服装が。サッシーの映り方が面白い。こう手が。本日はね3人お休みなんですけれども。3人で集まりまして、今日は何をするかというとアートメイクをしたいなと。3人揃って、ザギンでザギンでメイヤーアートメイクでね。なんかさ、この前さ、なんかよくさ、達也たちさ、撮影のさ、合間中さ、ランチしたりとかさ、するじゃない。はい。で、その時にさ、なんかさ、眉毛描くのめんどくさいよねって話をリアルにするじゃん。うん。アートメイクさ、実はめっちゃ興味あるって言って、で、じゃあみんなでやりたくないみたいな感じで銀座にやってきました。そう、マジで今日リアルに超楽しみだった。もう描かなくていいんでしょ、私もう。だって、前もって自分がなりたい眉毛、僕はチョイスしてきたよ。うん。おー。だから、もう描く時間がもう減るから、もう私も髪の毛セットするだけで良くなるってことでしょ。もう楽ちんじゃな。うん。はい、ということで、今から行きたいと思います。ザ・ファーストメイク、ザ・ファーストアートメイクさんに行きたいと思います。イエー、レッツゴー。楽しみですね。クリニックに着きました。これからカウンセリングをしていただきたいと思います。今からカウンセリングです、ね、カウンセリングです。ロハコボーター。ちなみに私事前情報で聞いたんですけど、あなたが一番変わりそう。ここのスタッフさんアーティストさんなんだって。みんなスタッフさんじゃなくてアーティストさんっていう。え、歌声歌えるんですか？違う、メイクアップアーティスト、こうデザインとかをちゃんとやるから。アーティストさんいろんな、ガガマアーティストって言いますし。ちなみに私、メイクアップアーティストをメイクする、メイクアップアーティスト。それは、それは人のパクリだから。アラコさんね。そう。でも指原が一番変わりそう。眉毛ないから。結構少なくないですか？薄いんですよ。だから、脱色。え、でも綺麗。あ、でもいつもよりなんかあるんだよ。いつも消してるの？いや、だから色さ、明るすぎると色抜いてるからかな。抜かなくていいよ。でも、ゆうきさんの方が一番綺麗になりそう。ほんと？みんな綺麗だ。元が綺麗すぎて。私ね、ちょっとね、剃りました？違うんですよ。いつも剃ってるから。最近、ちょっと除草いたしまして。あ、そうなんだ。ちょっと眉山を削りまして、眉尻もちょっと短くしてしまいまして。ギャルメイクをするために。あ、そうなんだ。眉ですか？あ、そうなんです。見ました。ありがとうございます。ラブボートの調布仕様。ありがとうございます。実は浜崎あゆみさんのステージも出させていただきます。そうなんですよ、今回ライブにも。はい、そうなんですよ。そのために眉毛を削ってまで。やっぱ浜崎あゆみになるっていうことは、やっぱり眉毛すら落とさなければならない。そうなんですよ、髭もやっと生えてきた。あ、そうなんだ。すごいね。そうなんです、私すごいんです。ありがとうございます。こちらこそ、お気に。はい。ありがとうございます。アートメイク初めてですか？初めてです。なわけないでしょ。ここに興味があって来てくれた。あ、嬉しい。こうなっちゃうんです。すいません。これ乾燥肌も残りやすいんだ。残りやすいかと。オイルで、油分で取れてくんだ。なので、ね、逆にオイリーな方とか、マスクの時に出来やすいとか、で、方の方がちょっと落ちやすいと分かれてます。いや、うらぴや。なので、まあ、どうしても個人差があります。まあ、しょうがないですね、これはね。そうですね、基本は2、3回に分けて仕上げていくような形になっております。で、今日は1回目ですね。うん。どうしても表情筋って皆さん違くて、なんか右だけすごいグイって上がる方もいれば、まあそんなに、あ、すごい上がりますね。すごい上がるんですよ。すごい上がりますね。そう、新型プラっていうその表情筋の違い
違いとか、あとはまあそもそもの骨格の違いっていうところで、まあ、完全にそのサイタジュな形を作り出すことは難しいとは書いてあるんですけれども、そこはまあデザインっていうところで、あのデザイン、あの黄金比測ってでデザインをしていくんですけれども、そこで最大限この表情筋とかっていうのを見ながら、どこが一番合うかっていうところはしっかり、あ、じゃあ笑ってとか言われるんだ。あ、それはないか。ちょっと動かしてみな。あ、眉毛ちょっと上げてとか。目閉じて、目開けて、でどれほど違うかとかもちょっと見ながら、ここは最大限合うようにやっていただくので。笑ってとは言わないです。笑ってとは言わないかもしれない。笑って許してとは言わないですよね。そうですね。はい、1回目の手術後はどうしてもいろいろ感じやすいことが多いです。なので、1回目は結構落ちやすいとはされてるので、結構あのそのインク初めて入れて、それをこう異物だと思って出そうっていう体 の, この働きが動いてしまうっていうのがあるので、まあ、ちょっと落ちやすいかなっていうのはあります。基本的に何も出そうとしないので大丈夫だと思うんですけど。本当ですかね。うまい、流し方が上手だった今。それよ、それよかった、ありがとうございます。で、まあ、通常は2、3回に分けて、まあ、修正を繰り返しながら美しく仕上げていくのが、まあ、アートメイクになっております。繰り返しながら仕上げていきます。じゃあ美しく仕上げていきます。施術直後から5日間くらいは完成の色味よりも若干濃く感じます、っていうのが主なダウンタイムと思っていただければ大丈夫です。よくありますね。ちょっと濃くなるぐらい、でも外に出れないほどのレベルには絶対ならないので、まだしょっぽいなぐらいか、ちょっと明日明後日ぐらいのピークで、眉ティントみたいな感じにはならないってことです。そこまでの濃さにはならないと思います、ね。はい、あと1週間は皮むきかゆみっていうのが発生します。ちょっとそのインクいたところがこう抜けてきたりとか、あとはこう傷口を作るイメージなので、傷口できたら結構かい、あの治る過程でちょっと痒くなったりとかすると思うんですけれども、まあ、そこでちょっとあの痒みっていうのが発生いたします。ただその時にこうどうしてもいじってしまうとちょっと落ちやすいっていうのがあるので、描かないように。そうです、なるべく描かないように。描くぐらいだよ。あ、そうですね。でギャルがやるつまようじですね。あ、え、そうです、本当に、はい、つまようじでちょっとツンツンしてもらって緩和していただければ大丈夫です。全てのアートメイク共通ってところがあるんですけれども、そこで一番大事なのがこの施術部位をできる限り触らないってところが大事になってます。で特に施術後1週間っていうのはなるべく触らないようにっていうのも、こう書かないようにとか、まあ、なるべく触らないのが一番やっぱ残りやすいとされてます。日焼け要注意。そうですね、日焼けもちょっと1ヶ月間は、まあ、日傘さすとかちょっと帽子かぶるとかっていう形でちょっと気をつけていただければなと思います。でメイク、クレンジング、スキンケアってところも眉毛以外は特に、まあ、今日でも明日でもしてもらって大丈夫なんですけれども、例えばそれを落とすときに眉毛までこう普段より一緒にこうクレンジングしちゃうと眉毛も落ちやすくなっちゃうってところがあるので、ちょっと眉毛は避けてクレンジングしてもらったりとか、化粧水とかあと日焼け止めとかも眉毛はなるべくこう1週間を避けてやっていただくような形でお願いいたします。はい、ここは眉毛以外もこのヘアライン、ドットヘアアートメイク、ね、このリップだから生え際とかも やれるってことですかね。あ、塗るってことですか。これはこの辺がちょっとはげてる。そうですね。へぇ、生えてるように見える。で、このリップブリーチっていうのは何なの。リップはここら辺に入れてこう口角を上げるような感じだ。めっちゃ臭いよ、もう全然、しかも違うし違うんや、違うんだ。色塗るんじゃない、唇に。リップラインを描くってことですか。あの、そうです、そうです。あ、色も入れるんだ。あの、もともとすごい、なんか、まあ、くすんでる方とか、ちょっとダークリップって、ちょっと暗い方とか入れた。友達がそれやったらさ、すごいこと、一番最初すごいことになりますよね。結構、本当にマスクをね、取れない、はい、もう取れないぐらいすごくなりますよね。結構、めちゃくちゃ赤くなるので、それも結構、まあ、ダウンタイムで、うん、まあ、1週間ぼちぼちついてくるような感じになります。すっごい見てくるんだけど、シャネルのね、はい、よろしくお願いいたします。アーティストと、アーティストの方です。あ、すごいアーティスティックな髪型。ありがとうございます。すごいわ。なんか気になることとか。全く足が痒くなった場合はどうするの。かけるな。あ、それは大丈夫です。大丈夫ですか。わかりました。そこでね、な、無礼にカウンセリングでご説明いただきました、うん、ありがとうございます、牧野さん。頭の本当に奥の奥までしっかり入りました。はい、お風呂は入っちゃいけます、いけません。ここまでは言ってない。ここまでは言ってない。極端です、受け取り方が。私の眉毛のデザインを
牧野さんと相談していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。眉毛を描くのが苦手で、はい、なんか眉頭とかが、はいはいはい、だからあんま基本なんだろう、眉マスカラとかでちょん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 とやってみるぐらいな感じが基本多いので、うんうん、なんかやりすぎるとなんか濃いねって言われたりする。なんかまあベースとか、うんうん、なんかすごいなバーバー、うん、眉メイクがちょっと苦手ってところで、うん、はい、特に今気になるの眉頭とかってことですか？そうですね、なんか全体的にそんなに量あんまないのかなっていう印象があるって。そうですね、もともとの生え方的になんか左の方がちょっと下がクッとしてるというか、毛の生え方に違いがありそうなので、多分それで描くのがちょっと難しいのかもしれない。もしかしたら右の方がうまくいって左の方が難しいとかがあると、どうしてもこの上の方の生え方が違いがあるのかなっていうのがあるので、そこはちょっとアートメイクでデザインってところでちゃんと左右合わせてやっていければなと思います。色と色と色と一番おすすめがやっぱこの平行アーチっていう形。おお、はいはいはい。でここの違いがやっぱりここのあのまっすぐすぎるというよりかは多少下に余白を作ってあげるっていうのと、眉頭から眉守でちょっと高さを作ってあげる、で緩く降りるっていうのがやっぱ平行型なんだけど、なんかこのアーチにも近づくことができる、どっちもいいとこ取りみたいな形なのと、もともとのやっぱ形もこっちが近いのかなってところがあるので、こっちの平行アーチがすごいお似合いになるかなと思います。それでお願いします。やっていきましょう。だから私はこのこれでした、今見せていただいて、何このアーチよりの平行、はい、平行アーチという形で、平行アーチで、はい、はい、はい、よろしくお願いします。なんかそうアーティスティックなことをやってくださる、ありがとうございます。清水と申します。浜崎と申します。なんで 横にこうやってやってくるんですか。いや髪の毛がねバッサッバッサッ。最初に達也です。はい、B 型です。サソリさんです。大型です。大型です。よろしくお願いします。サソリさんです。イエーイ。10月10月、え、何日？31。え、1個違う。イエーイ。すごい、びっくり。30。31なんです。早いよんだ。はい、じゃあ大体仮装とか、仮装でさ誕生日パーティーされるでしょ。すごいわかる。まずですね、形から決めていきます。はい、はい、大きく分けるとですね、形4パターンあるんですけど、今ちょっとごっちゃごちゃなんですけれども、なんか達也さんのお写真ちょっと見させてもらった時は恥ずかしい。これかこれの、ちょっと山があるパターン、うんうん、そうですね、山がちょっとあるパターンの方がお好きなのかなっていうのと、お写真もすごくかっこよかったなっていうのが。あ、そうなんです、ありがとうございます。どうなんでしょうか、あの個人的にはすごく眉毛を描くのもさっき言った通りちょっと難しいんですけども、ちょっとだけ眉山を描くことによってちょっと男性らしくなるじゃないですか、はい、っていう意味でちょっと描いてるんですけれども、この地毛が生えてるぐらいがちょうどいいと思うんですよね。ちょうど骨の形に合ってると思って。本当ですか。この辺は山が切れるので、骨の形に合わせて作ってあげると、うんうん、綺麗です。あ、じゃあそこら辺で、はい、はい、あとお色味は何色がいいと思いますか。なんか結構濃い色とかだとなんかドンって乗ってる感じなイメージがどうしてもあって、っていうよりかはちょっと地透け感がある方が、何？いやでも結構描くと私描き方がドンってやっぱ描いちゃうから、結構私ちょっとねインスタ見てきたんだけど、なんかやっぱこういう男性系のさあの眉毛にしたくって、まあ、だからといってどの眉毛が私が一番いいのかっていうとちょっとわからないんですけども、これぐらいなんかなんて言うんだろうな、ハリウッドブロー感があるっていうか、はいはいはい、海外っぽい感じ、海外っぽい感じがいいかなとは思ってます。透け感を出すのがまず2パターンあるんですけど、1個がお色味でちょっと薄めじゃないですけど、の色で入れていくか、毛並みで入れていくか。毛並みがいいかも。毛並みの方が正直毛が増えるイメージなので透け感は出ます。毛
描かれるイメージ、でも私毛ありません。それに馴染ませてくれるんですね。パウダーをするとちょっとやっぱお化粧感は出てきちゃうので、うん、そうなんですよ。それがそのナチュラルの方が好きであれば毛並みのトーンが、それナチュラリーがいいです。ナチュラリーが好きですよ。浜崎あゆみのやっぱりあの曲のタイトルでもやっぱナチュラリーってことがあるので、まあでもこの、まあ、この色でいいんですよ。その色の方が馴染みやすい。そうですよね。でも真っ黒を入れることはないの、ま、黒はそうですよね。すごいやな、はい、はい、すごいこだわりがあるので眉毛にはすいません。すいません、どうぞ。一緒にちゃうやん。私の番です。よろしくお願いします。お願いします。私がこちらお預かりして。大丈夫ですか。描くと、はい、あのこっちとこっちのなんかこうバランス違いますよね。僕一切いじってないんですよ。あ、そうなんですね。自前は綺麗ですね。でもなんか形違いますよね、若干こっちにしてあるので、やっぱりそのあ、今こっちにプロに聞いてるんで。すいません。部外者は黙ってろよ。表情気になってる骨格。そうそうそう、そうそうそう。こう、男らしいというか、うーん、意外、意外。いや、なんかでも本当 K-POP のなんかこういうキリッとした眉毛がいいんですよ。あ、そうなんですね。こういう眉毛がいい。結構、へえ、結構ガッツリな、うん、ドンってくるね、じゃあね、うん、え、うん、だいぶ印象変わる。男だもん、印象変わりそう、うん、男らしい眉毛がいいんですよ。全員韓国人だね。うん、一人質問中だから。僕あんまり髪の毛そんな、これが多分ピークで明るめなんで、うん、そんなにすごい金髪とかにすることがあんまりないと思うんで、ケンデ君、あの、逆にね、逆にね、あの、黒目の方で大丈夫。黒目の方で、まあ、真っ黒は多分ないですもんね。そうですね、真っ黒はないですね。だからちょっと暗めの方でいい、はい、お願いできればと思います。はい、はい、すいません。はい、じゃそんな感じでお願いします。今のこれで見るとすごいですね。柑橘量って感じ。あ、多分いけると思う。ん？繋げます。繋げちゃダメです。さすがに、さすがにそこまであのお笑いではいけないです。YouTube で伸びると言われてもさすがにそれはできないです。ちょっと一回目つぶります。若干上上がりの方がキリッてするかなって思って。うん、そしたらじゃあもっと眉尻を上げて。ここでやったんですね。丁寧にね。理想微調整をしてくれてます。あ、でもいいかも。こっちの方がちょっと平行ですよね。左の方が今平行です。あ、全然私はこっちの方好きです。おそらく。今眉毛上のライン見た時に鏡でどっちが高く見えるとかってありますか？ノートも一緒ぐらい、同じぐらいに見えます。うん、うん、いい感じ。太さも右ちょっと細くしたんですけど、どうですかね、うん、いい感じです。いい感じです。ありがとうございます。よりこっちの方がなんかいいと思いますね。私の今のこれで見るとすごいですね。一番感激量とか男らしいですね。そうですよね。繋ぎます。なんかこれがやっぱりキリッてさせるにはやっぱりこっちの方がいい。これはこっちですか。そうっすよね。こういうのとかも、これもほとんど形一緒ですね。うん、角度をちょっと緩めるパターンで。あ、うん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 。そこが角度がちょっと余っちゃう。こうなったのがこうなる。平行角度だってことですよね。若干、若干、若干ぐらいだったら別に、うん、そう、かっこいいと思います。うん、大丈夫。あ、でもいいか。この眉山のこの点があるところ、うん、点、はい、この位置のこの眉毛の高さ見ていただいて、どっちが高く見えますか。どっちも高く見えるの。お、同じぐらいにいます。
どっちかが角度の問題とかは関係ないですか？アプリをここだけ見てもらった時に同じぐらいに見えます。こっちの方がちょっと高く言います。 OK です。じゃあちょびっとだけ削りますね。はい、筋肉の上がりとか見つつ調整して。そうですね、こうやってアプリで最終調整をするらしい。すごい。これ高さを見てるってことですか？そうです、そうです。どこが高いかとか、どこがちょっと少ないかとか。目頭からの距離とか合っていうかとか。結構ベースは揃ってきましたね、はい、もうちょっとって感じです。あ、へえ。私的には完璧に見えたのに、もうちょっとなんですね。もうちょっとですね。陰キャのピース。なんか。似合ってるわ、ちょっと喜べない。え、ちょっとオタクっぽくしよう、オタクっぽく。あ、この、これやってゆきさんこれ、じゃあ私こう。いいんじゃない？ちょっと一回見た。うん。あ、それでもらう。あ、いいじゃん。ということで、僕とりあえず僕は終わったそうなんですけれども、まだ僕は一切見てないんですね。みんないいって言ってくれるんですけど、何にも分かってないので。ヘイちゃんいいですか、これ見ても。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございました。お願いします。ちょっと待ってくださいよ。せーの。すごい、すごい、すごい。かっこいい。ね。すっごいわ。すごいですわこれは。すごい。あ、だからさ、ちょっとさ、これ動かせばさ、どこに入ってるかってちょっとわかるね。でも、これでちゃんと輪郭とか作ってくれたりとかしてるってことですよね。すごくない？だからこれは描いてるってことですよね。描いてます、描いてます。わかるかな、みんな。ちょっとね、麻酔してるからね、動きづらい。最後の方法はない。ガチでそれ。すごい。すごい、ありがとうございます。わあ、すごい、大満足です。私も改めて見たいと思います。いきます。あ、めっちゃいい。すごい、すごいね。めっちゃ綺麗。すごい、すごい、おー、いい。めっちゃいい。角度もいい。うん、いい感じ。最高。はじめまして、志尊淳です。叩かれるから。どこでねー言うて。でも眉毛は本当にそうよね。みんなあれよ、眉毛が志尊淳なだけだからね、分かってくれる。いい感じ、嬉しい。やった、鈴木さんがやってくれました。私も終わったということで見てみたいと思います。でん、達也は自撮りをしてます、後ろで。うわ、すごい、めっちゃ綺麗、眉毛が。うわ、すごい。え、すごい、こんなにさ、眉、私は多分ね、さっきパウダーというものでちょっとこうまた別のプラスアルファがやってもらって、すごいいいですよね。ありゃー、ありがとうございます。本当に牧野さん、ありがとうございます。
はい、ということでやってまいりました。してまいりました。してまいりました。どうですか。いや、めちゃくちゃいいよね。めっちゃいいよね。ちゃんとあの太さも出してくれたし、タツヤ結構太めが好きなんだけど、うん、ちゃんと太さも出してくれたし、タツヤはね、あのハリウッドアイブロウ風にさせていただいたりとか、ちょっといろいろやっていただきました。ほんとゆうきさんも雰囲気がもう一気に変わる、なんかほんとキリッと男らしくなったね。モテるかな。ゆうき、でもあんたもすごいとってもいいわ。いや、すごいよく、やってもらって、うん、私はもうパウダー技術までこうつけてもらって、ね、なんかね、ダダダダってやってたね、うん、もうなおメイクいらなくなったな。いや、ほんとに、いや、ちょっとマジでちょっと2回目もちょっといきたいなと思います。すごい良かったです。はい、ほんとに皆様ありがとうございました。もうほんとに大満足です。ちょっとまだ、眉毛が動けないんだけれどもこれが一番面白い。真っ直ぐね、真っ直ぐに意外とね、いけた。なんで、もうほんとにもう超絶良かったので、ぜひ皆さんもね、あの、眉毛以外にもリップとか、うん、あと髪の毛のところとか、そうそう、ほくろもね、あるし、ほくろもできたりするんで、ほくろやりたい。そうそう、だからみんなもぜひ、あの概要欄に詳細載ってますので、ぜひそちらから見て、みんなもあの楽ちんになりましょうということで、うん、まず主婦の人とかが結構多いって言ってたから、ね、女性がめちゃくちゃ、やっぱ眉毛ってね、大変だからめっちゃ時間かけるもん、うん、でも眉毛のバランスが悪いと、やっぱりちょっと全体的が崩れるから、メイクしてもね、本当にちょっと楽になりました、達也も。よかったよ。しかも本来だったらね、あの個室で全員施術を、あの無理を言って3人一緒に今回やっていただいたので、ちょっとあの今回の特殊でした。いつも一人一人で、ね、1対1で個室でやってるんで、はい、本当にファーストアートメイクのアーティストの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ザ・ファーストアートメイクドゥルルルルカン、ありがとうございました。はい、ということで3日目でございます。今事務所にいるんですけど、どうでしょうか。なんか濃くなるって3日ぐらいなんか濃くなるって聞いたんですけど、そんなになんか濃くなったなっていう感じはしないです。ただすごいみんなからの評判がめちゃくちゃ良くって、みんなからライトに来ましたね、友達から。はい、ということでやってから3日目経過です。なんか化粧してんねんけど、眉毛は全く何も塗ってない状態でこんな感じ。2日目とかのはなんかちょっと濃かった気がするけど、今ちょっとなんか落ち着いてきていっちゃいいぐらい良き。眉毛あと3日目です。ちょっといつも使ってるコンタクトが今日ひっくり返って、なんかすっごい派手なグレーのみたいなのつけちゃったんですけど、どうでしょう。もうすっぴんで、ほぼ日焼け止めだけ塗ってもう帰ってきてボロボロなんですけど、若干ここに赤みだけは出たけど、すごい、めっちゃ眉毛。はい、ってことで、アートメイクをしてから、約1週間ぐらい経ちましたね。眉毛の感じはこんな感じでございます。まだ少し残ってるけど、やっぱ薄くなってきましたね。ちょっと2回目やりたい。やっぱり1回目はどうしてもね、薄くなるって聞いていたので、2回目の方が入るって聞いてたからね、ちょっともう一回やりたい。はい、1週間後です。ちょっと薄くなってるような気もしますが、全然なんかいい感じかと思います。どうですかね。